どうも、竹岡です。さあ、今週もやっていきたいと思います。今週はね、ドラッグオプション2、ヘジテーション1、ヘジテーション2とヘジテーションが入ってきました。それで今週ね、ドラッグオプション1を先に出す、順番だったんですけど、2が先に出てしまいまして、その後1を出したと。先週の今週のまとめの、先週やった今週のまとめの時に、ややこしいですね、の時にドラッグオプション1の説明をしたので、今日はそこを割愛させてもらって、ドラッグオプション2を紹介させてください。このドラッグオプションはですね、僕はレッグスルーでドラッグするのがやりやすいので、レッグスルーでやってますけど、改めて皆さんは何でもドリブルチェンジ使ってもらって結構なので、バックチェンジでもフロントチェンジでも何でも OK です。ただレッグスルーが一番やりやすいし、使ってる人多いかなっていう印象でもあります。僕自身もやりやすいです。ここをちょっと再度押していきたいと思います。レッグスルーでやって、今回ね2回やりました。それでもディフェンスがついてくる。1回今日やるこのヘジですけどね、ヘジテーション入れてプッシュクロスをします。いっぱい技が入ってますね。プッシュクロスをして、でその後まだディフェンスがちょっとついてくるんで、頑張ってね、こういうディフェンスいるんですよ。もうほんとね、逆で捉えると本当、何ですか、自分がディフェンスするときはもうこれだけしつこくつけるとオフェンスの人すごく嫌がって、もうやったっていう感じするんですけどね、もう逆でオフェンスやってるときは本当しつこくついてくる人嫌ですね。みんなも嫌でしょこんなディフェンスいるんですよ。僕はね最近よく抜かれますけどね。いいですね、それはね。ドラッグ2回やってプッシュクロスで抜こうとしたんで、ここでもう決めたいと思っていくんですけど、まだついてくるんで、もうプッシュクロスをした段階でディフェンスついてくるかどうかって、大体分かります。以前話した自分の経験値からの高確率な予測、これでなんとなく分かると思うので、こうプッシュクロスする瞬間にこの人の動きね、体のフォルムというか姿勢を見て、まだついてきそうだなって思ったら、ドリブルついた瞬間に足を入れてすぐクイックでスピンターンして、ここまで行けば大体ついてこれないでしょう。もしくは来たとしても並ぶところまでは行けるんじゃないかな。大体こう前と後ろにね、リングが向こうにあればオフェンス、ディフェンスいるんですけども、ここ並ぶ、横にこう並ぶということですね。ここまで行けばほぼ勝ち、抜くというか、場所を取って有利なポジションを得られるというオフェンスにとってね、ことだと思ってもらっていいです。なのでこう並ぶ、こう前後になるんじゃなくて、並んだところで次はパスをするのかシュートするのかっていう考えに展開していけばいいかなって思います。バスケットって陣取りゲームなんでね、どの場所を埋めるか、どの場所に自分が行くか、ボールを持っていくか、どれだけバスケットに近い陣地を取れるかっていうのが大事になってきますんで、これまたおいおいね、難しい話ですけども説明させてもらいますんで、はい、ドラッグオプション2はこんな一連の動きになってました。もちろんここからいろんな動き派生させてプッシュクロスしましたけど、そうじゃなくてインサイドアウトで抜こうとしてスピンにしましたとか、インサイドアウトからバックビハインドで抜きましたとか、いろんなスキルがあるので、それはもう皆さんが自分でオリジナルの動きを作ってやってください。そしてヘジテーション入ってきました。ヘジテーションってよく言いますね、ヘジしてとか言いますけど、僕が高校の時はですね、ヘジテーションといえばディフェンスでよく使っている言葉でした。今はもうヘジテーションといったらほとんどオフェンスの言葉ですか。俺昔からそうだったのかな、うちの高校が特殊なのかどうかわかんないですけど、特にうちの僕が通ってきた、今は東住吉総合高校ってなってますけど、東住吉工業高校はですね、当時もう全国でもディフェンスで有名なチームでですね、もうディフェンスの練習しかしてないんじゃないかっていうオフェンスは全く僕は練習してなかったので、ディフェンスの練習、あと速攻の練習とかね、そういった走り込み、そんなのばっかりやってたんですけど、そのディフェンスするときに前の線、1線、自分が2線だったら1線目の人が抜かれたときにカバーポジション、ヘルプポジションに入りますよね。自分のマークマンとドリブル、ボールマンが来たときに、実際こう行くのはもうスイッチですよね。マークマンが変わるのでスイッチになるんですけども、スイッチするかしないか、ディフェンスがこうどっちかに迷うような素振りを見せるオフェンスにからしたら、あれ、こっち食うの、カバー行くのどっちなのみたいな姿勢を作るのが、形を作るのがね、ヘジテーションって僕たちは言っていたんですけども、オフェンスで言うとゴールを見たりする一種のチラ見ですね、チラ見、ゴールチラ見とか、逆にこう行こうとしていかないとか、
まあ、こういったことをヘジテーション、ストップ&ゴーとかね、まあ、こういったことをヘジテーションという言葉の中に入ってくるんですけども、改めてちゃんと直訳したらですね、躊躇するとかためらうとかそういった言葉でヘジテーションというのがあります。なので、まあ、とにかくそういった、行こうとしていかないとか、そういうふうに見せる素振りのことをヘジテーションというので、これオフェンスにもディフェンスにも置き換えることができるということですね。ディフェンスの僕たち東住吉工業高校のディフェンスのヘジテーションは間違ってなかったということでこうやってますよ。ヘジヘジって今言ってますけど、どうでもいいですね。110の動画ヘジテーション1はですね、最初、アタックしてディフェンスとの距離がこう空いてます、こう埋めていて、ドリブルでアタックで埋めていって、そこからヘジテーション、リングをチラ見のヘジテーションします。そしたらディフェンスからしたら、あ、打つのかなってなるので、ちょっと腰が浮くというか重心が浮く、その瞬間を見逃さずにアタックで抜きましょうという、そういうスキルに、なってます。距離が空いたところからスタートしてますけども、もちろん詰まったところからスタート、近いところからねドリブルでやってフッってやるだけでディフェンスはね、あれって思うと思うんで、これがないと、このままだとディフェンスが特に近いところだとね、もう守っててもこの人抜くことしか考えてねえな、シュート考えてねえなって思います。僕思いますね。なので一回ボール持ってる時にこうやって抜こうとしてる振りをしながらやろうとしていて、これだけで全然違うの、目線ここまで行くとシュートフェイクになるんで、まあ、ヘジテーションっていうのはバスケットでいうね、ヘジテーションっていうのはもっと細かなところ、目線とかとかでいうところが多いですかね。ヘジテーション1回入れるとかいう話です。はい、そしてヘジテーション2ですね、2は逆に距離があるところから詰めていってスキップを1回入れました。そこで加速を今からしますよ、アタックさらにスキップからズドンって抜くのをディフェンスにイメージさせながらステップしてそのままシュートっていう感じでやってます。なのでシュート打とうとしてアタック、アタックしようとしてシュートをする、まあ、この2つのパターンのヘジテーションを紹介したので、これで2つのスキル、ヘジテーションスキルが身につくと思います。そしてこれとても簡単です。難しくはない動きなので、一度やってみてですね、まずは体にこう、動画でも言ってますけども、何でもそうです、体に一回こう入れてゆっくりスタートして、体でこういう動きなんだなっていうのを分かるようになってからですね、じゃあもうちょっと僕だったらこの目線キュッキュッってやろうかなとか、ゆっくり見て抜くときズバッと抜くとか、アタック、距離が空いたアタックをちょっと速くしてみようとか、いろんな動きを試していけると思うので、ぜひ使ってくださいということですね。この後もヘジテーション、来週はね、4まであります。はい、なのでいろいろ紹介できればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。